はい、こんにちは、魚江です。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は Android のスマートフォンの文字入力の基本をやってみたいと思います。これはコメントいただいたんですけども、私も再度勉強してみてとても役に立ちました。それで Android のスマートフォンの場合にはメーカーさんによって入力の方法が多少異なる場合がありますので、その点はご了承ください。こちらのスマートフォンは OPPO Reno 2A というものなんですけども、最初にこちらの設定がですねどのようになっているかご説明をして、その後に使い方をご説明したいと思います。それで最近 Android のスマホを買われた方には特に役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では本題に入りたいと思います。まず最初に冒頭でご説明したように、 Android は機種によって日本語入力が違う場合があるというご説明をしましたので、今こちらのですね、これは OPPO Reno 3A なんですけども、入力の設定がどのようになっているかということを確認をしたいと思います。それはこちらの方の入力画面でこちらの設定をタップをします。そしてここの言語、今ですねここ日本語 QWERTY とですね日本語12キーというのがチェックが入っています。でここのですね日本語12キーをタップをしますとですね、このような、状態になっています。12キーですね、これがチェックが入って、あとクワティ、これがチェックが入れてあります。ここの3状態キーボード使用をオンにしてあって、あとフリックのみはチェック外してあります。であと英字入力はクワティもチェック外してあります。このような状態になっています。そしてもう一つの日本語クワティの方は、クワティにチェックが入っていて、英字入力はクワティと3状態キーボード使用がチェックが入っています。このような状態でこの OPPO Reno 3A はですね、はい、入力のキーボードの設定がしてありますので、それに基づいてですねご説明をします。ではご説明したいと思います。まずおそらく皆さんのスマホも文字を入力しようとした時にこういう画面になっているのではないかなと思います。ここがひらがなになっていて、このような状態。そしてまず、ここの部分、あと A と1の部分を押しますと、こういうふうに文字が変わっていくわけですけれども、かな、英字、そして数字というふうに順番に切り替わっていきます。ここの部分が、今、数字が太くなっていますけれども、ここは切り替わるのが分かります。ひらがなのあですね、それです。英字の A の文字、そして数字の1、それとともにここの画面もひらがな、英字、数字というふうに切り替わっていきます。そうしましたら、まずこのかなの入力画面でこの部分の説明をしたいと思います。パソコンである機能で一つ前に戻るという機能があります。要するに文字を入力して一つ前に戻りたいときにはここの矢印をタップします。そうすると入力前のこの何もない状態に戻ります。例えばこのように入力してこのようにした場合には前に戻ると一つ前の状態に戻ることができます。例えばこれで漢字で確定してしまった場合にも一つ前の状態に戻ることができます。次にここに矢印が左右にありますけれども、これはこのカーソルの位置を移動するためのものです。こちら左側に送りますと、このカーソルが左側に移動していきます。右側にタップしていきますと、カーソルが右側に移動します。次にここの記号と顔文字のマークなんですけれども、こちらをタップしますとこのような画面になります。ここで、例えばアットマークですとかですね、ピリオドとか、あと数字ですね、ここで数字を入れたり、あとその他ですね、このようにたくさんの記号がここで入れることができます。この記号はですね、ここの星のマークが、もしかすると使っている方によってはこの画面でない画面が出ているかもしれませんけれども、その場合にはここの記号、ここの星のマークが選択していることを確認してください。
そしてここの顔文字のマークはいわゆる絵文字がこのように出てきます。そしてここで選択をしてこの人物ですとかこの花ですとか料理とかこのようにいろんな楽しい絵文字がたくさんここにありますので、ぜひここら辺を活用していただけると楽しくキーボードが打てるかなと思います。次にこちらはステッカーといってですね、自分のですね顔に似たですねステッカーというものが作れるんですけども、これは別途別の動画にしたいと思います。次にここのマーク、これは懐かしいと言いますか、もちろん今でも使いますけれども、この顔文字になります。いろいろここにですね、腕を折り曲げている顔とかですね、動物とかたくさんですね、いろいろあります。そしてここにですね、削除のボタンがありますので、ここで入力をしてですね、こちらを削除する場合にはこちらから削除することができます。そしてここのあいうのところをですね押しますと、元のこの画面に戻ることができます。そして今の画面にもあったんですけども、こちらですね削除のボタンになります。文字を一つずつこういうふうに削除していくことができます。そしてここはスペースですので、一文字間隔を空けるというふうな時に使うことができます。それとですね、ここの部分のスペースのところを見ていただきたいんですけども、ここでですねこういうふうに文字を入れていますと、ここがですねスペースのマークから変換というマークに変わっています。こちらはですね、こちらを押すことによってここの部分に文字の候補が出てきますけれども、こちらをですね選択していくことができます。もちろんこれはですね、ここをタップしてもこういうふうに文字の入力が確定ができるんですけども、こういうふうになっていた場合ですね、こちらを押していきます。そうしますと、まずこれこれこれというふうに移動していきますので、見てください。こんな感じですね、こういうふうにですね変換することができます。そしてですね、ここのですね変換に関しては、ここでですね文字が変換の候補が出てくるわけですけども、この下にもたくさんあります。それはですね、ここのですね下矢印をタップしますと、ここにですね他の変換候補の文字も出てきます。戻るときはこれをもう一度押してください。ですからここでですね選んでこれを選択しても大丈夫です。このようになっています。そしてですね、ここに地球儀のマークが出ているんですけども、文字を入力しているときというのがですね、これ確定をした場合はここ地球儀のマークになってくるんですけども、例えば文字を入れましてですね、このように確定をしていないときですねに、ここは何かというとですね、例えば今かを入れたんですけども、かはがという文字がありますよね。こちらをタップしますとがに、なります。かかがですね、例えばはの場合はですね、ばとぱがありますよね。ば、ぱ、こんな風にですねできます。あとですね、ちっちゃい文字があるものがありますね。例えば小さい湯があると思うんですけども、この場合にはですね、こちらをタップしますと小さい湯、大きい湯というふうに変換ができます。こんな感じでここの部分は使います。次にですね、文字の入力の方法なんですけども、トグル入力というものと、あとフリック入力というものとですね、あとフルキー入力というものがあります。まずですね、トグル入力というのは最近ですね、ガラケー、フューチャーフォンですね、からこちらのスマートフォンにですね、乗り換えた方は、こちらの方が慣れてるかもしれないんですけども、要するに、例えばですね、このあの部分を押しますと、あ、い、う、おというふうにですね、変わってきます。こんな感じですね。これですね、少し時間を置いてから打つと、こういうふうにですね、そのあはですね確定されたというか、そんな状態になります。ですからちょっと早めに打つと、あいうえを、例えばかであればかきくけっこというふうになります。これがですねトグル入力というもので、こちらの方の英字のキーボードでも同じなんですけども、 ABC ですね、 DAF、 GHI というふうになります。もちろんこれもですね、例えば J を打って少し時間を置きますと、こういうふうにですね、移動になります。あとですね、ここのところに大文字と小文字の切り替えのキーがあります。
例えば A で入力したときに今小文字になっていると思うんですけども、ここにですね大文字と小文字の切り替えがありますので、ここで大文字にしたければこういうふうに切り替えることができます。でこういう部分もですね、例えばこういうふうに押しタップしていきますとクエスチョンとかですね、びっくりマークとか、こういうふうに選択することができます。特に入力の場合はこの後説明するですね、フリック入力と比べると、例えばですね絵を打つ場合にはあいうえと5回このキーボードですねタップしなくてはいけないんですけども、この後説明するフリック入力に比べるとですね、キーボードをたくさん打たなくてはいけないということもあります。次にフリック入力をご説明します。フリック入力はこのあの部分を少し長く押します。そうしますとこの上にですねあいうえというふうにですね出てきます。このままですね離すと真ん中の文字が入りますので、あが入ります。例えばですねうを入れたければ、こちらの画面の上の部分ですねの方にこういうふうに指をですねスライドしますとうに変わります。ですからこれでうが入ります。ここのですね下のですねところも同じで、こういうふうに押しますと上はクエスチョン、右はびっくりマークというふうに、こういうふうに入力することができます。これはですねこの英字でも同じで、この ABC の場合にはこちらを押しますとこのまま離すと A、 左で B というふうに入力することができます。あとはここにですね数字もついてますので、下にすると数字も入力することができます。そしてこの数字の部分にもありまして、例えば5の場合には5の他にですね左側が割るというマークですね、そして上がかけるというふうな、こういうふうな記号もですね入力するときにはこちらが便利かなと思います。これはですね、人によってももちろん違うんですけども、慣れるとですねこちらのフリック入力の方が早いかもしれません。次にフルキー入力をご説明します。こちらはここの地球儀のマークをタップをします。この地球儀のマークは、例えば文字の入力途中ですとここ地球儀のマークは出ていませんので、ここで確定ができるんですけど、もしくはこういうふうにしてここで選んで確定をしますと、ここにですね地球儀のマークが出てきます。こちらをですねタップをしますとこのようなキーボードになります。これはパソコンと同じような画面になりますので、パソコンのローマ字入力ですねと同じになります。ですから例えば U と入れる場合には YU ですので、 YU と入れますとここに U という文字が出てきます。そしてこちらですね変換の候補も出てきます。ですからこれはパソコンに慣れている方はですね、パソコンのローマ字入力に慣れている方はこちらの方が入れやすいかもしれないんですけども、ただちょっとですねこの文字が小さくなるんですね。ここがですね入れづらいので、私はですね普通のフリック入力を使っているんですけど、そしてこちらの場合には日本語文字入力なので、こういうふうに言うとか変わってしまうんですが、例えばパスワードとか入力するときに英字出てきますよね。その場合にはこちらではなくてですね、ここのですねこのあと A1 の部分をタップします。そうしますとこのようなキーボードに変わってですね、ここが英字のマークになります。これは英字の入力画面になりますので、例えば U と入れてもこれは YU、 要するに英語の文字しか入りませんので、こちらでパスワードとかはパスワードとかID とかですね入力した方が入力しやすいと思います。そしてそのパスワードとか ID の場合にはアットマークとか記号が出てくると思います。その場合にはここの顔のマークをタップをします。そしてここの星印をタップします。そうしますとここにアットマークとかドットとか、あと数字を入れるのであればここで数字とか入れることができます。このようにこの画面のフルキー入力を使います。そしてこのフルキー入力の画面から元の先ほどのフリック入力の画面に戻るときは、ここの地球儀のマークが出ているところをタップします。そうするとここに戻ります。これ入力途中だとここ地球儀のマークとか出てきませんので、確定をしてですね、そうすると地球儀が出ます。そしてこのフルキー入力から先ほどのフリック入力の画面に戻るときは、この
ローマ字入力の画面であれば、ここに地球儀のマークが出てきますので、こちらをタップしますと、こちらのフリック入力の画面に戻ることができます。英字入力の時には、ここに地球儀のマークは出てきませんので、ここでこちらをタップをします。そして今、数字になっているんですけど、もう一度タップをしますと、この画面のローマ字入力に戻りますので、そしてここの地球儀をタップしますと、このひらがなのフリック入力の画面に戻ります。私がですね、使っているおすすめのですね、設定が一つあるのでご説明をします。先ほどのこちらのローマ字入力の画面を使わないのであれば、この画面をなくしてしまった方がやりやすいので、こちらの設定をします。それはですね、どのようになるかと言いますと、こちらの設定のマークがありますので、こちらをタップします。そしてここの言語をタップ。そして今、おそらくこのようになっていると思うんですけども、日本語1、2というものをタップ。そして今のですね、状態がどうになっているかと言いますと、ここが1、2キーですね。あとこちらがですね、クワティ。その他にもあるんですけども、このオプリの 3A の場合には、ここ2つがチェックが得てあります。そしてここにですね、A 文字入力はクワティというふうに書いてありますので、こちらをですね、スイッチを入れます。そしてこれで戻る。と、ここでですね、キーボード追加というふうに出てきますので、追加を入れます。そうするとどうになるかと言いますと、このフリック入力の画面でですね、こちらをの画面が出て、次の画面っていうのが、先ほどはここにですね、アルファベット、ローマ字が並んでいたと思うんですけども、こちらをタップしますと、このですね、A 文字の入力画面になります。そしてもう一度こちらをタップすると、数字の画面になります。ですから、通常はひらがなを入れるときには、これで入るわけですよね。そして、この設定にしておきますと、こちらをタップしますと、ここの A 文字がすぐ出てきます。そしてもう一度タップしますと数字ですので、私はこちらの設定の方が便利に使えるので、こちらの設定にしています。あと、ここら辺にもいろいろ機能があるんですが、また次回にしたいと思います。今回は基本の基本ということでご説明しましたけれども、その他にも結構便利に使える機能がありますので、また次回にご紹介したいと思います。チャンネルではこのように Android の方のスマートフォン、iPhone の方のスマートフォンの使い方、またこちらの方の Oppo2 の 3A の使い方などいろいろな動画をアップロードしています。ぜひチャンネル登録、そしてこちらの方のいいねボタンもよろしくお願いいたします。また、こんな動画を作ってほしいということがありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さようなら。